と、ここ通る。そう、通る。今の、あ、特産があるので、じゃあ、特産終わって後で寄ってます。あの子たち何皆様おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから安曽地学校を開校したいと思います。まず最初に皆様同士での交わりの時間としたいと思います。ご近所隣同士で挨拶5分程度していただければと思います。よろしくお願いいたします。
それでは賛美歌礼拝を始めたいと思います。まず最初に聖句を少しお読みしたいと思います。詩編107編の29節から31節であります。詩編107編であります。29節からです。主が嵐を沈められると海の波は穏やかになった。こうして彼らは波の静まったのを喜び、石は彼らをその望む港へ導かれた。どうか彼らが主の慈しみと人の子らになされたくすしき御業のために主に感謝するように。賛美歌は13番を皆様と一緒に賛美したいと思います。褒めたたえよ作り主よ、清き御前に入れ伏し、捧げ祭れ我らのすべて、尊き御心たたえよ。たたすきから神の力、続きましてまた聖句を少しお読みしたいと思います。ローマ書の8章1節であります。8章1節です。こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。賛美歌は85番を皆様と一緒に賛美いたしましょう。十字架の上に我は
それでは続きまして、聖句をまたお読みしたいと思います。イザヤ書であります。イザヤ書の27章3節を少しお読みしたいと思います。27章の3節です。主なる私はこれを守り、常に水を注ぎ、夜も昼も守って損なうもののないようにする。それでは賛美歌の方をまた一緒に賛美したいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。258番を一緒に賛美いたしましょう。それでは最後350番を皆様と一緒に賛美したいと思います。我が主、我が神。
それでは皆様お立ちくださいまして、開講の賛美歌を一緒に賛美したいと思います。よろしくお願いいたします。します。天の知らぬ神様、おはようございます。今日もこうして、本当に恵まれた安息日を私たちに与えてくださり、この街道に集めてくださりありがとうございます。この過ぎし6日間の歩みをあなた様はいつも共にいてくださり、お支えくださいましたこと、導いてくださいましたことを感謝いたします。今日これから安息日礼拝が始まりますけれども、どうぞ始めから終わりまで共にいてくださり、この場を祝福し私たちを導いてくださいますように。また今日は聖職聖餐式もございます。どうぞあなた様にあって、私たちがつながるものとして祝福をいただき、そしてあなた様を賛美することができますように。これから教会に向かいます皆様の足をどうぞお守りくださいますように感謝をして、イエス・キリストの名前を通してこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。どうぞご着席ください。皆様おはようございます。天の間教会の安息日学校は皆様のお越しを心から歓迎いたします。またネットでご参加の皆様もおはようございます。まず安息日学校からのご案内でございますけれども、来期のですね、聖書研究クラスの教科と、それからガイドがですね、今安息日学校の受付で販売をしております。どうぞ皆様お求めくださいますようにお願いいたします。また ABC でもネットでも提案できると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それから聖書通読並びに暗唱聖句をですね、ぜひ今年もチャレンジをしていただければと思います。御言葉を蓄えることは私たちにとって大変祝福でありますので、どうぞ皆様一緒に暗唱聖句、それから聖書通読をですね、進めたいと思います。よろしくお願いいたします。すいません、今日のですね、司会は私増田、それからピアニストは加藤久子さんがご奉仕してくださいます。ではこの後ですね、特別賛美歌がありました後に十三回の献金をしたいと思いますので、どうぞ皆様ご用意のほどよろしくお願いいたします。では早速ですけれども、特別賛美歌をですね、青年有志の皆様によってよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それでは13回の献金を皆様でお捧げしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続きまして、13回の今期は14回でありますけれども、暗証制句 の、まあ、大会を行いたいと思います。今期はですね、暗証制句してくださいますのは、先日来行っておりますディサイプルセミナーですね、こちらのリーダー副リーダーの方によって、暗証制句が執り行われます。ではご担当のディサイプルセミナーのリーダー、副リーダーの方、前の方にお集まりいただけますでしょうか。よろしいですか。じゃあこれから暗証制句を始めさせていただきます。第1課、身旨の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って身旨の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って私たちに示されたので示してくださったのである。それは時の満ちるに及んで定められたご計画に他ならない。それによって神は天にあるもの地にあるものをことごとくキリストにあって一つに決しめようとされたのである。エペソ1章9節10節2か、ごめんなさい、褒むべきかな。私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はキリストにあって天上で霊のもろもろの祝福をもって私たちを祝福し。エペソ 1-3。 第3課、また神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至るようにと祈っている。また神はその力をキリストのうちに働かせて彼を死人の中からよみがえらせ、ご自分の天上においてご自分の右に座せしめ。エペソ 1-19-20。第4課、
しかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださったその大きな愛をもって罪過によって死んだ私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。エペソ 2-4-5。第5課、ところがあなた方はこのように以前は遠く離れていたが、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって、近いものとなったのである。キリストは私たちの平和であって二つのものを一つにし。エペソ2章13節14節。第6課、どうか私たちのうちに働く力によって私たちが求め思うところの一切をはるかに超えて叶えてくださることのできる方に、教会によりまたキリストイエスによって栄光が世を限りなくあるように。エペソ 3-20-21。 第7課、そして彼はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者として、ある人を牧師教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ。エペソ 4-11-12。 第8課、すなわちあなた方は以前の生活に属する情欲に迷って滅びゆく古き人を脱ぎ捨て、心の深みまで新たにされて、真の義と聖徒を備えた神にかたどって作られた新しき人を着るべきである。エペソ4章22節から24節。第9課、そこであなた方の歩き方によく注意して、賢くないもののようにではなく賢いもののように今の時を用いて生かしなさい。今は悪い時代なのである。だから愚かなものにならないで、神の御旨が何であるかを悟りなさい。エペソ 5-15-17。 10課、夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは水で洗うことにより言葉によって教会を清め聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく清く傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。エペソ 5-25-27。 第11課、主人たる者よ、しもべたちに対して同様にしなさい。脅すことをしてはならない、ならない。あなた方が知っている通り、彼らとあなた方の主は天にいますのであり、かつ人を偏り見ることをなさらないのである。エペソ6章9節。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち得るために神の武具で身を固めなさい。エペソ 6-10-11。 第13課、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。エペソ 6-16-17。それでは14課は覚えてきてくださった会堂の皆様、どうぞお立ちくださいまして、皆様一緒にと思います。覚えてくださった方どうぞ。ありがとうございます。それでは14課3、はい。あなた方の救われたのは実に恵みにより、信仰によるのである。それはあなた方自身が無駄もなく神の御名前で決して無駄もない。私たちは神の子によって良い世を作るように、キリストイエスによって作られたのである。神は
はい、ありがとうございます。では皆様お立ちくださいまして、一緒に聖句をお読みしたいと思います。さあ、はい、あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の御名である。決して行われているのではない。それは神の御名である。ありがとうございます。お茶室ください。どうぞ。あの皆様ありがとうございました。それではこれから聖書の学びに入りたいと思います。今日は会堂は長老の皆様によりましてのパネルディスカッションとなります。ズームのクラス等につきましてはまた所定の場所に移動いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではお祈りをして始めたいと思います。父なる神様、14回の安息日に私たちが今期の評価を振り返って、すべてのことを通して学ばせていただくことを感謝いたします。エペソ人の手紙を通して私たちがあなたに召され、また今日の安息聖句にありましたように、あなたの心にかなう良い行いをするものとして召されているということを覚えさせてくださいますように、共に学びます。兄弟姉妹の上にあなたから豊かな祝福が与えられ、また語る者たちの唇を清め、必要な言葉を語らせてくださいますように、ここで安息日学校に共に集って御言葉を学べることを感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の、そのパネルディスカッションというのは私は司会をやったことがなくて、また今日の教科の内容から言いまして、こう 1章から6章まで毎日やることになってますので、ディスカッションをするというよりも、それぞれがその章で学んだこと、その中で印象に残る聖句、またガイドに書かれていることの場の中から、これはどうしても読んどかなきゃいけないというようなことを語っていただくことにしております。パウロの顔が実際はどういう顔だったかはわからないんですけども、でもまあ一応こういう絵がパウロだというふうに伝わっておりまして、エペソ人の手紙の著者は使徒ポーロである。そして使徒行伝を読みますと、パウロの行動、その時代の信徒の活躍、どういう動きで伝道がなされたりということは全て書かれておりまして、
この書簡は61年にローマの獄囚でエペソの教会の書簡を書いたというふうに書かれております。そしてその中で獄囚書簡と呼ばれるのがエペソ人への手紙、フィリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモン書であります。そしてエペソ人の手紙は前半と後半と分かれてまして、最初の3章は真理に対する教理的な記述があって、それから後半の3章は生活に対する実践的な教訓が書かれております。そしてそれぞれの3章と次の3章の終わりにパウロの祈りが書かれております。そしてこれはパウロの書簡、パウロの書簡を学ぶということは非常に難しいっていうふうに言われてまして、例えばローマ人の手紙のを解説するにあたってルターはすごい分厚い難しい解説書を読んでもわからないような解説書を書いていたりします。そしてこのパウロは14の書簡を新約聖書の中に書き残しまして、教会に宛てたものが9つ、それから個人に宛てたものは例えばテモテの手紙とかテトスの手紙とかピレモンの絵の手紙とか、そういうのが個人に宛てた手紙と、それから特定のクリスチャンに書いたものはヘブル人への手紙というのが一つありまして、それは常にユダヤ人でクリスチャンになった人たちに書いた、主に書いた 書物がありまして、それがポーロの14の書簡というふうになっております。次お願いします。そしてパウロは第三次伝道旅行、パウロは4回伝道旅行に行ったということになってますけども、最後の4回目はパウロが、ローマに囚人として行く旅行でございまして、実際の伝道旅行は3回目までかもしれません。そしてその時の53年から56年の時に約3年間エペソで伝道をいたしました。そして先ほど61年に、エペソ人の手紙を書いたということを申し上げましたけれども、多分それから5年ぐらい経ってエペソの人たちにこれだけはきちっと書き残さなきゃいけない、信仰から離れないために、恵みに預かるためにはというようなことで、パウロはエペソの人たちに手紙を書いただけではなくて、ずっとそれが聖書として残されて今日の私たちにも必要な手紙になっているのがエペソ人の手紙であります。そしてパウロは一人で伝道したわけではなくて、アクラとプリスキラ、プリスキラとアクラという名前は私たちが覚えているぐらいによく出てまして、パウロと同じ職業のテント作りを職業とする人で、そしてローマにいたんですけど、ローマからはクリスチャンがみんな追い出されたときにそのコリントに来て、それからエペソに来たのがプリスキラとアクラ、信徒伝道者で、そしてパウロの保護者であったかもしれない。パウロはそこを頼って行って、そこで共に働きながら伝道をしていたわけですから、それからないろんなものを読んでみますと、ガイオとかアリスタルコとか、そしてテモテはパウロと一緒に旅行した人の名前だと思います。伝道旅行の時に2人で一緒に行ってたのがテモテ、そしてからテヒコっていう名前が、6章の最後に出てきて、テヒコは、パウロが囚人でいた時にそこに共にいて世話をしてくれて、そして書いた手紙を、エペソや4つ、先ほど申しました4つのところに届けるような仕事をしてきました。それからトロフィモっていう名前も出てきます。ですからパウロは決して一人で孤独で伝道していたわけではなくて、絶えずはやっぱり2人でいたり助けてくれる人がいたり、そういう格好で伝道していました。ご存知のように当時はローマの支配下でありましたから、イエス・キリストの十字架の時には杉越の祭りという時でありましたから、そこに大勢のユダヤ人たちが帰ってきていて、それからユダヤ人でない人たちも大勢集まっていて、そしてキリストの十字架っていうものをいろんな形で経験して、
ローマ帝国の支配下のあちこちの町にそれが伝わっていたこともありますし、それからユダヤ人たちはローマの支配下ですからどこにでも行けるので、あちこちの町にユダヤ人 の集団を作っていましたので、その場所を回るだけでもパウロ伝道がたくさんできたんだと思うんですね。ですからユダヤ人と異邦人というような書き方をしているのは、ユダヤ人たちはがたくさんあちこちにいる人たちにユダヤ人、いつまでもユダヤ人ではないということを言うために、多分ユダヤ人と異邦人というような書き方をして、神の前にあってはキリストになるものは同じであるということを書いてくれたんだと思うんですね。エフェソの特徴っていうのは、あの人口の 3% は豊かな生活をしている、97% はやっと食べれる人たちかそれ以下の生活をしているような人たちがいて、だから今日 の私たちの都市はそれほどひどくはないですけれども、本当に今の時代と同じように激しい貧富の差があって、ある国では本当にスラムに住んでいる人たちがたくさんいるような国がありますから、そういう環境にあって、そして アルテミスの神殿というのが出てきますけれども、本当に、その神殿に集まる人たちの、まあ、仕事というのは収益というのが一番大きなような町であったということが書いてます。それからいろんなことを学んできました中に、子供っていうのは全然価値がない、大事にされないものだっていうのがローマのやり方であったし、それから奴隷性があるとか、それから夫と妻の関係っていうのはどういう関係で、パウロはそうではないと書くけども、その時代の夫と妻の関係、それからユダヤ人と異邦人の差、そういうものも含めてパウロはキリストにある一致ということをエフェソの人たち、それから全てのクリスチャンたちに伝え、そしてそれが私たちにも伝わってきているんだというふうに思うんですね。そして先週は平和とは何かということが書いてあって、それから私たちは今も悪魔の策略の中にあるとの警告をされています。そして私たちはエペソの人への手紙を読むときに、今の時代に必要な警告が書かれ、私たちがキリストにあるものとしてどのように生きるかということが書かれているので、このパウロの書簡を読むのに一番最初の入門書みたいなというふうに書かれておりますけれども、非常に大切な勉強を今期したんではないかというふうに思います。そして平和ということが、私たちの持っている平和というのとは、地上でいう平和というのとは全然違うものであって、平和というのはその悪が全部なくなってという意味の平和ですから、私たちが垣根が作ってこっち側が安全だとかこっち側が静かだ、そういう平和ではなくて、本当に悪が全て滅ぼされてキリストの国に行くということが平和だということ を言っているのが聖書の言っている平和であるということだと思います。そして暗礁聖句は、先ほどいたしましたので、一応今見るだけにして、さっきみんなで言いましたので、でも10節、私たちは神の作品であって良い行いをするようにっていうふうに作られたっていうことが書いてあって、私たちはそれを読むだけですごくもう心に打たれ、そしてなんていうか感謝ということとどう生きるかということを書かれていて、そして私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのであるということをパウロは書いている。それは2章のところだ、どなたかまた教えてくださるんだけど、すごいことだというふうに思います。そして私たちの信仰生活を語り続ける非常に重要なものを、学ぶことによって、私の信仰生活っていうのを形づけ、それ私たちの信仰生活っていうのは自分のためではなくて、伝道するための力をそこから得るということも含めて信仰生活を形づけています。今期のガイドの特徴は、
結構どう取り捉えていいか分かんないのが題がついてまして、その中から何を結論とするのか難しいようなことも書いてありましたけども、今日はあの1章から6章までを日曜日から金曜日まででやることになっていますので、まず日曜日のところから1章ずつ、みんなに担当していただいて、自分がそこで感じたこと、読むべき聖句、また教科のガイドの中からここだけはみんなで共有しとこうというようなところから、質問の1はエペソ1章を振り返ってみましょうと、あなたが特に心を動かされた記述は何ですか、そしてパウロは神の永遠と相当の贖いを歴史的契約ということをこの中で要約している中から何を学ばれたかということを西野長老にお願いいたします。はい、日曜日のところですね、エピソード1章からですね、振り返ってみましょうということなんですけれども、まあ、ここにはですね、ガイドには山頂にある地図のようなものという記載がありますね。山頂、山の山頂だけじゃなくて、よくまあ見晴らし台とかですね行くとですね、こう実際の風景と同じような絵が描いてあって、これはなんとか山、この町は何々とこうよく描いてあるのを皆さんも一度は見たことあるのではないかと思うんですけれども、まあ、そのような地図のようなものである。まあ、私はあまり山登りは得意ではないというかしないので、そんなに山は登らないんですけど、この間今年のゴールデンウィークに友人に誘われまして、飯能の方にあるすごい低い山で300メートルぐらいの山に登ったんですけれども、ただ300メートルの山からですらですね、かなりすごい眺めが素晴らしかったんですね。埼玉市とか、まあ、東京の新宿とか、そっちの方がよく見えて、本当に眺めが良くて、感動したんですけれども、このガイドにもですね、この山頂からの眺めに息を呑み驚かされますという記載がありますね。それは、まあ、神様の救いというですね、すごい、壮大なもう景色、神様救いと計画というですね、壮大な景色の中で、私たちが祝福された場所にいることを教えていますというふうにガイドにありますけれども、まあ、地上にいたら本当に見えないような、上の高いところに登らないとわからないような、その壮大な景色がこのパウロはですね、こう私たちに教えてくれているのだと思います。で、2課のところにですね、14ページですけれども、その救いについてよくまとめられているところがあるんですけれども、14ページの上段の方に、パウロは神の計画に1、秘められた計画、2、神の御心、3、時が満ちるに及んで完成される救いの技という3つの名前をつけています。神の究極的最終的な計画とは何でしょうか。それはあらゆるものがキリストのもの、キリストのもとに一つにまとめられることです、というところがありますけれども、まあ、この壮大な計画はですね、私たちが作られる前、もう天地創造の前から神様はこういう救いを立ててくださっていた。それはもう神様は本当に深い愛から出たものだと思います。そして神様がもう計画された通りにですね、神様が定められた時に、キリストをこの世に送ってくださって、そして最終的にはキリストを主と崇めて、すべての人が一つになるということがですね、この救いの最終的な計画であるということだと思います。で、あと一章でもう一つですね、
感じたことはですね、その聖霊による勝因をされているということがですね、一章に書かれてますけれども、私たちは神様を信じることによって、救われるというふうにですね信じてますけれども、神様がですね、なかなか直接私たちに、あなたは救ったよというふうにこう語りかけてくれるわけではなくて、この聖霊を通して語りかけてくださる、エペソ 1-14 にはこの聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。保証であるというふうに書かれていますね。私、聖霊が個人的にですね、私たちに、のために働いてくださり、また語りかけてくださる、ということがこの救いの印なのではないかと思うんですね。この聖霊をですね、私たちも本当にこう、よりこう求めていく必要があるのではないかということを感じました。以上です。時間見まして、月曜日から金曜日までのところに大体1日を5分ずつぐらいでこなしていきたいと思いますので、月曜日のところですが、暗証聖句大会をやってドキドキして収まらないうちにここに座っていますので、ドキドキが続いておりますというなわけでですね、これも恵みだと思って感謝しております。月曜日はですね、特にこのガイドの中にあります真ん中あたりですね、神は私たちの功績ではなく神の恵みのゆえにこれらの驚くべき行動を取られ、信徒がイエスと一つになって生き良い技を行うことを意図しておられます。これは暗証聖句、今週の暗証聖句ですけども、なぜ神様をこれまでにしてくださるかということはですね、神の恵みゆえにここに書かれてあって、功績ではないと、暗証聖句にもあなた方の行いによるのではないというのがありましたけれども、その通りだというふうに思っております。それから少し下がってですね、97ページの同じところですが、下の段落のちょっと数行上に、イエスはまた信徒からなる驚くべき新しい神殿を建てられました。かつて神殿の聖なる場所での礼拝から締め出されていた異邦人が、今やユダヤ人の信徒に代わって一つとなるのであるというところがあります。一つになる、これはですね、このエペソ人の手紙の全体の主題であって、教会と、いうことを表しているのではないかと思います。手紙はですね、全体を通して教会という一貫した主題があるように見られます。しかもこの場合、地方的な共同体としての教会ではなくですね、そうではなく神の共同体としての普遍的な教会、普遍的な教会の意味だというふうに思われます。このような意味で教会を扱っているのは、私はこの新約聖書の中でエペソではないかなというふうに思っています。今日私たちが学ぶ価値はここにあるのではないかと思って学ばせていただいてきました。以上です。火曜日に行きたいと思います。これは教会についてですね、言っているんですけども、与那美さんが解説していただいたようにですね、このエペソという国は本当に繁栄してて、東と西を結ぶ町でもあったので、いわゆるギリシャ系の信仰も、それから商業的なその行事もいっぱいあったわけですね。そのために神様をもう数年前にこう説かれたんですけども、いつの間にかこの一般の生活の中に戻っている人たちに対しての手紙ですよね、このエピソードっていうのは。だから結果的に私たちもですね、最初バプテスマを受けた時のこの感動からですね、しばらくしてると仕事で忙しいとか
買い物何しようかとか言ってるうちにですね、普通の人に戻っていつの間にか戻ってですね、ただ教会には習慣的に通ってるっていうような感じになってしまう可能性があるわけですね。まあ、そういったところにですね、神様はパウロを使わせてですね、実際にどういう関係があるんだっていうことを改めて思い出しなさいっていうわけですね。で、問いさんのところの解説のところ下にですね、5つぐらい項目が出ておりますけれども、教会の状況、存在っていうのはどういうことを意味するかっていうことがこう書かれていましたね。そして、特にですね、この異邦人とユダヤ人、その人たちがキリストによって一致していくっていう意味がある。で、実際に日本の場合はですね、私たち全員が異邦人ですね。だから異邦人がこの教会で一つになるっていうのは本当は難しいことなんですよね。だからそのことに対してパウロはですね、何がじゃあ中心になれば一致するのかっていうことを訴えたわけです。それは何ですか。結果的にはキリストであり、そしてキリストが十字架で死んで、そしてよみがえったという事実と、そして聖霊なる神様が働いているっていう事実ですね。これをもし心に刻むならですね、私たちはユダヤ人だろうが異邦人だろうが、教会を通してですね、一つになることができるんだということをですね、アピールしたんじゃないかと思います。そして私たちはエペソの2章のところにも書いてありましたけどね、あなたたちは何だよ、前は肉によれば異邦人じゃないかってですね、結果的にその信仰の原点に戻れっていうですね、アピールだったんじゃないかと思います。以上です。次に3章の一番最後にある祈りが、そこにありまして、そこはご自分でもう一回お読みになればいいと思うんですけども、パウロは本当に心を込めて私たちのために祈り、そしてどういうふうに祈るべきかということをこの3章の終わりと6章の終わりの祈りで私たちに教えてくれているのではないかというふうに思います。続いて水曜日の学びに行きたいと思います。はい、水曜日はですね、信仰による一致というですね、表題がつけられていますけれども、こう人間のですね、歴史を遡るとですね、権力者たちがですね、そこにもですね、一致をこう求めるような思いがそれぞれあってですね、しかし、なかなか一致せず、その権力者たちの、人間のですね、権力者による求める一致というのはですね、自分が中心で自分が全てを支配してっていうようなものが元に、あるので、それが結局最終的にはですね、争いになったり、裏切りになったりというですね、結果をこう人類は繰り返してきているように思うんですけれども、でここにあるように信仰による一致、神様が求めてられるのはですね、信仰をもとにした一致である。で、一致するにはですね、こう何かやはり一つの目標というか、私たちが目指すべきものを見ていかなければいけないと思うんですけれども、それはやはりですね、イエス・キリストだと思います。私たち、イエス様はよく羊飼いに例えられて、私たちは本当に羊、本当に弱い、羊に例えられることがあると思うんですけれども、本当にですね、弱い羊である私たちを慈しみ、
愛で包んでくださっているのではないかと思います。そして導いて支えて、弱いものを守ってくださっています。そのですね、感謝と尊敬と愛に私たちの信仰がこう成り立っているのではないかなということを思うわけですけれども、7課のところでですね、7つの1つという、こう言葉がありました、7課のところに、ですね、後で皆さんも見ていただければいいと思いますけれども、この7つの一つですね。そうですね、月曜日のところですね、体とか霊とかですね、それぞれ信仰、バプテスマ、7つ挙げられていますけれども、この7つの1つはですね、すべて、神様、創造主である神様にこう結びつけられていると思います。でその神様っていうのはですね、私たち被造物が、創造主である神様、私たち被造物が、全てが幸せであるようにと神様は取り計られているようなに思われます。でその私たちが幸せになるためには、それぞれのタラントを生かして用いることによって、お互いを支え合って助け合って補い合いながら、キリストを頭として、そういうですね、幸せ、私たちが幸せになることを神様は望まれているのではないかなと思います。今週のところですね、水曜日の、エフェソ 4-32 がですね、ガイドにも記載されてますけれども、互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。なかなかこうですね、教会の中にはあってもこう許せない心っていうのがですね、私たちの中にはどうしても、何か あるような気がしますけれども、神様がやはり許してくださったように、そして、神様が私たち被造物すべてが幸せになるようにですね、取り計ってくださっているということをですね、考えて、私たちも常にですね、許し合い、また神様を目指して、一つになっていければなと感じました。以上です。木曜日、恵みを受け与えるものとしてというところですが、ここもですね、私が感じたところは、真ん中の段落の2つ目ですね、信徒たちは過去の暗闇から離れ、天父の愛に習う光の子として歩まなければなりません。過去の暗闇から離れと、とても難しい、この中身はかなり奥が深い言葉かなというふうに思っております。私たちは神の愛に感謝を捧げることによって時をよく用いるのですという、時をよく用いる、与えられた時をよく用いる、簡単なようですけれども非常に難しいところで、これはまさにイエス様の許しと恵みがなければできないところだなというふうに思っております。あなた方は神に愛されている子供ですから、
神に習うものとなりなさいというふうに書いてあります。エペソの信徒への手紙というのは他のパウロの手紙と同じように教理的な部分が最初に来ています。常に実践的なことが事柄が抱えています。パウロはですね、決して教理は教理、生活は生活として分けて考えているのではないと私は思っています。そうではなくて、知ったことが実際の日常生活に生かされることがキリスト者の信仰であると考えています。私たちもお祈りするときにですね、また教科を学ぶときに、この学んだ教科が日常の生活の中に生かされますようにというふうにお祈りします。そうでなければ教理は教理で学んで何の意味があるんだろうかという思うわけでありますし、日常の生活の中に生かされて初めて私たちは光の子としての歩みを続けることができるのではないかと思いますが、それは天の父に習うところが地上に大切なところだというふうに思っています。そしてそればかりではなくてですね、各教理さえもですね、独立したものではなくて関連があるものだというふうにパウロは述べています。救い、恵み、信仰、聖霊、教会、夫婦、親子、職場などは不連続ではなくて密接に関わっていることが私はこの中から伺えるのではないかなと思っていた次第であります。以上です。最後6章ですけれども、面白いですね。このパウロは教会の働きとかですね、信徒としての在り方っていうことをこう訴えて、非常にこう次元の高い話をこうしていくかと思ったら、6章の一節で、こたるものよ、主にあって両親に従いなさい、これは正しいことであるって言ってですね、親子の関係について述べてるわけですね。まさにですね、本当に目の前のなんていうんですか、なすべきことに対してですね、忠実である必要があるというわけですよね。私たちはどうしてもだんだんですね、この宗教といいますかね、一つの神という見えない存在を意識して、非常に形而上のですね、こうレベルの高い思想の中にこう生きていきますと、普通の生活をこうバカにするようにバカにっていうとおかしいですけど、こうないがしろにする可能性があるわけですよね。で結果的にですね、なんていうんですか、行動がどうしても伴わなくて、いいことを述べているといる方と、いわゆる捨てて子で歩いている人間とですね、こう一致しなくなってくるわけですよね。もう背広を着てネクタイを締めてピシッとしてね、神様を信じましょうっていう説教者とですね、鼻くそほじくりながら寝っ転がってテレビ見てるこう自分とですね、こうだん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 こう乖離してくるわけですよね。でところがそれを見てる人がいるわけですね、子供ですよねその子供がですね、父親を敬いなさいって言われた時、子供はどう思うでしょうかね。あんな親父なんかね、腹をボリボリかきながらね、せんべい食ってるなんか、あんなの何が尊敬できるんだって、こういう見方をするわけですよね。でそうやってですね、人間はどうしてもそういうこう理論的なこう設定になってしまって、本当の姿が結局見られていることを忘れてしまうわけですね。だからまあここだけの これはまあ言わない方がいいでしょうね そういうことですね。こういうことが書いてありましたね、質問の中にね、私たちは行いによって救われませんが、パウロが私たちは神に作られたものであり、しかし神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。私たちは良い行いをするために作られているっていうんですね。まあその意味ではですね、本当の姿がそのままありのままの姿が神様に喜ばれる姿になるっていうのが一番いいなと思うんですよね。形を作って、で私たちはいつの間にかね、救われるために一生懸命頑張るんですよね。だいたいそういう人は
神様を見失ってしまうようですね、そういうことを考えますと、私たちは普段の生活の中でですね、いつも神様を意識する、または神様と共にいる、そういう感覚が必要じゃないかと思います。で、一番私たちは戦わなきゃいけないのは6章の11節にも書いてありますように、悪魔ですね、サタンの存在に対して私たちは強く立ち向かわなきゃいけない。まあ、それを間違えるとですね、キリスト者の中で一生懸命喧嘩してですね、立ち向かってしまって本当の敵が見失われてしまうという要素があるということを感じました。パウロはその意味でですね、改めてエペソの人たちに本当に戦う敵は誰なんだということをですね、明らかにさせたんじゃないかと思いました。3人の章の方に1章から6章までを今期のダイジェスト版みたいなことを語っていただきましたけれども、もう一度エペソ人ビトリオの手紙をお読みになって、もう一回自分の心の中に刻まれるといいと思います。それでは最後にパウロの祈りというところをやりたいと思うんですけれども、これは今日ガイドの中にはこの部分はもう出てこないんですけれども、パウロは20節には鎖につながれているのであって、つながれていても語るべき時には大胆に語れるようにしてほしいということが書いてあります。そして私が何をしているかを知らせるために敵子が私のことを報告してくれるって書いてあって、そしてここに彼が私の状態を見てみんなを励ましてくれることを願っているって書いてあります。そしてパウロはイエス・キリストにあって変わらない真実を持って、私たちの主イエス・キリストを愛する全ての人々に恵みがあるようにというふうに最後に書いてありますけれども、私たちはどんな状況にあっても、私たちの牧者が本当に神にあって良い仕事ができるように、良い働きができるように祈らなければならないし、そしてその人たちが本当に良い活動ができるように、いろんな面で私たちは支えていかなければならない。牧師ってことが最初に書いてあるね、やっぱり教会を牧する人がいない、以前の教会だし、そして伝道の一番先頭に立つ人たちがある時は鎖につながれる状況になるかもしれないけども、次のところをお願いします。パウロは最初はともかくアグリッポ王の前で、福音を伝えるために召されていった時に、この鎖さえなければっていうことを言いましたけども、最終的にはパウロはローマで鎖につながれて囚人であったってことが書いてあって、本当に最初はそういうふうに手伝う人が、敵子がいたり、書簡を届けてくれる人がいたり、世話をしてくれる人がいたけども、最後は結局ネロによって殺されていくというような、パウロはここで祈っている理由は、アグリッパ王の前で話した証しをしたことよりも、もっともっと準備をして皇帝の前で、パウロブローマの皇帝の前で福音を伝えるってことが私の使命だというふうに願い、そして思って、そして祈ってほしいという言葉をエペソ人の手紙の最後の20節で言っております。ですから私たちは本当に教会がどういうものであり、私たちが御国を目指すためにはどういう働きがあり、そして牧者たちのために祈って教会が発展していくということを覚えて、エペソ人の手紙を締めくくりたいと思います。次をお願いします。来期は急に神の宣教、私の宣教っていう題でやることになってまして、第1課は私たちに対する神の宣教、そして牧師部が担当をしてくださいます。それではお祈りをして終わりたいと思います。父なる神様、私たちにエペソ人の手紙を学ぶ機会を与えてくださったことを感謝いたします。私たちが信仰に導かれ、エペソの人たちが本当にあなたに導かれ、教会が発展していったように、そして心が離れそうになった時にあなたの福音に立ち返っていくことができたように、私たちも祈り、聖書を読み、そして忠実に教会に行きながら信仰の生活を歩まさせてくださいますように、そのことによって人々に感化をする力を
いただき、信仰の仲間を増やしていき、天国に向かって進んでいくことができるようにしてくださいますように、共に学びました兄弟姉妹を一人お一人にあなたからの祝福が豊かに与えられますよう、また心から千足聖餐式の礼拝に臨ましてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは平行の賛美歌を持って安寿寺学校を閉じたいと思います。どうぞご起立ください。天の知らぬ神様、今日もこうして本当に恵まれたこの安息日学校聖書の学びをいただけたことを感謝いたします。エベセ人の手紙を今期は学びましたけれども、どうぞ私たちがキリストイエスを頭として教会が一致をし、あなたに向けて歩み続けることができますように、私たちの歩みをこれからもどうぞお守りください。今期学んだことを私たちが御言葉として蓄え、そしてあなた様に向き合って日々過ごすことができますように、この時を感謝をして愛するイエス様のお前を通してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。どうぞご着席ください。